私にとって生き物たちというのは、とても大事な存在なんですけれど、自然から隔たった都市空間に住んでいるので、身近にいたというよりも遠いというか、もう一度新たに関係を結び直したりってことができないかなと思って制作した作品になります。今回ですね、西澤龍衛さんの美しい建物と作品がとても波長が合うというか、いい空間になったのではないかと思っています。十和田で今回新作を作りたいなと思っていろいろリサーチを進めていたんですけれど、昔マンブーマという馬がいて、でも馬は絶滅してしまったというのを聞いて、私は興味を惹かれたんですね。馬が蘇ってくるようなものができないかなと思って制作した作品になります。生き物を展示しているので、刻々と変化していく様子が見られると思います。ミノムシは少しずつ大きくなっていって、10月の末ぐらいから冬眠に入っていきます。冬眠に入るとまた少し見え方が違うと思うので、ぜひ何度でも訪れていただきたいです。ヤドカリの方は運が良ければ引っ越しをする様子が見られると思います。都市から都市へと移り住むヤドカリをぜひ目撃してください。